なんかこうやっぱ映像だから映画だから表現できるっていうことをしたくて、でその中で、まあマミのその傲慢さと善良さ、まあ後々に明かされるその部分をどう映像的に表現できるかなと思っていて、それでまあ、あの同僚からもらった、まあ、善良の割と花がいろんなところでモチーフで使われていると思うんですけど、その善良の象徴である白い花をこう握りつぶすという傲慢さ、そしてその女性がまだ誰だかわからないっていう、そのただのサスペンスとして引っ張るのではなくて、何かその裏にあるものまでも映し出せるのが映画だと思うので、何かそう映画的な表現で始めたかったっていうのが大きな理由です。映画的というとそういったお花を随所にっていうところであったり、はい、あと小道具にそういうこういろいろ想像させる映画の内容に絡んで、そうですね、なんか小説ってやっぱこう文字としての情報量の多さですけど、映画っていうのはその映像の中にどれだけ情報量を込めるかっていうことだと思うので、ただそのセリフを紡いでいくのが映画ではないので、映像でどうストーリーを伝えていくかっていうことですね。それを意識して、作ったというか、はい、それこそ僕にお話が来て、でまだ文庫が出る前だったんですけど、読んでみて、そのやっぱすごくこう言語化してこなかった感情みたいなものを本当に的確に表してる、あの小説だなと思って、すごく楽しく読ませていただきました、はい。まあ、サスペンスとしてももちろん楽しいですし、はい、どの立場から見るのかなっていうふうにすごく思うとこなんですけど、女性は多分そういう共感性が高い部分がある作品なのかなと思ったんですが、監督はどういう視点というか、どんなどこにこう、どうですかね、割とその映画にするっていう視点で最初読んじゃったんで、割と客観的に2人を見てたというか、自分はもう結婚もしてるので、これをまあ婚活ではないですけど経てきているっていう状態ではあるので、割とこう俯瞰してあの見れたというか、でもその結婚する前のそのなんだろう、恋愛してた時代はだったら余計そのピンとくる話とか、その点数の話とか、そういうものはより強くこう心に響いたんじゃないかなとは思いますけど、はい。マッチングアプリについてはいかがですか？全然僕の時代はなかったものなので、でそれが今当たり前でみんな出会ってるっていう、全然それ自体は肯定的ですけどね。だから逆に分かんないですけど、偶然的な出会いみたいなのがなくなったりとか、よりこう条件で、分かんないですよ、より条件でこう会うっていうことが増えたんですかね。でもそれで自分の理想の条件で会うっていうことが果たして正解なのかどうかっていうのはね、それはまた別の話なような気もするんですけどね。要は表面的に求めているものと本質的に求めているものの差もある気もしますし、そうだからかけるはきっと結婚に踏み切れないというか、ピンとこないとか、 70% しか結婚したくないとか、なんかそういうところにつながるんじゃないのかなとは思いますけどね。この2人の様子を見ることによって、自分をなんていうか客観視してしまうというか、自分の内面を見てる人が自分の中もえぐられてしまうっていうところもあって、はいはいはい、それはマッチングアプリも多分そうなのかなっていうところに、多分それがこう清水さん、脚本の清水さんが書いてくれたあの婚活は就活みたいだってとことつながる気はするんですけどね。なんか就活もそうですよね。そうですね。うん、何か自分が見えてくるというか、うん、見たくない自分を見ることになってしまうっていう、はいはい、その辛さとか痛さはありますよね、きっと。そこが多分その恋愛ものではないにとどまらない人間ドラマたるこの作品の、うんうん、元というかになってるかなっていうふうに思いましたね。興味深いですか？何でもいいですけど。何だろうな、はい、僕は誰だろうな、
なんかでも美奈子とあずさみたいに生きれたらきっと幸せなんだろうなとは思いましたけどね。だって彼女たちって別に傲慢さと善良さに気づいたとしても別に何も変わんないじゃないですか。あ、そうっていう、そういうの何が悪いのっていう、何かそのこうふてぶってしさというか、でそれ言い換えると強さなのかもしれないですけど、ちゃんとこう自分と向き合ってきたからそういうことをクリアできてるのかもしれないですけど、なんだろう、彼らはやっぱこう弱いからこそ傷つくし考えるし、でもきっとそういう人が大変だと思うんですよ。だからああやってこう強く生きてる人たちを見るとこう自分も羨ましいなとか思ったりとかしますけどね。どっちかというとこっち側の人間な気はするんで。本当ですか。はい、だからこう傲慢と善良という言葉の対比っていうのがどこの、あのいろんな場面に当てはまってくるなっていうのもあって、はい、なんか、まあ、それはだから相反する言葉っていうのは常に表裏一体の関係性にあるんだなってことも監督もおっしゃってます、はいはいはい、なんか今で言うと繊細さと鈍感さみたいな、はいはいはい、そうですね、そうですねっていうところもありますよね、はい、やっぱりその現場に入る前からお二人とは割とコミュニケーションを取ってたんですけど、やっぱりこう原作にも書かれていない二人っていうのは当たり前ですけどあるべきで、例えばじゃあ映画化した時に、あの小説には描かれてないけどお出かけする時には絶対カバンを持ってるはず でその中には何が入ってるのか、でそれってすごくキャラクターを表すことだと思うんですよね。だからそうやって原作にない部分からキャラクターかけるとマミのキャラクターっていうものをこうより深く、掘っていった部分もありましたね。それはこう絵に映るものだからきっと僕に伝えてくださったし、もちろんそうじゃない部分でも役作りをする上でお二人はすごく、考えてくださったと思うし、であとやっぱりこう原作のかけるとまみでありながらやっぱこの映画のかけるとまみでもあるので、その二人の行動として何がこう、正解なのかっていうことを割とこうインする前にも議論しながら、でもそれを現場でももう一度確認しながら作っていったっていう感じですね。そのまあセリフ以外のその行動だったりとか、まあちょっとした些細な動きとか目線だったりとかするんですけど、そういう時にこう人のあの何だろう性格とか、例えば2人が話してるとしてその相手に対する態度が分かるじゃないですか。なんかそういうことを話し合ったというか。あとはそのシーンに対してじゃあ、映像でやっぱりこうキャラクターを見したいっていうのもあるので、なんて言うんだろうな、例えばそのマミと美奈子とあずさが3人で話してるシーンがあると思うんですけど、ワイン飲みながら、あれこうカメラがワンカットでこうゆっくりマミに寄ってくんですね。でなんかこう2人に挟まれてるマミがカメラのスピードも最初寄ってるか寄ってないか分かんないぐらいのスピードなんで、だんだんマミもちっちゃくなってったら面白いんじゃないかなと思ったんですよ。映像的にアハ体験じゃないですけど、で奈緒さんに相談して、すごい難しいんですけど芝居しながら奈緒さんこう少しずつこう浅く座ってってるんですよ。だからカメラが寄ってくとだんだん奈緒さんこう2人よりもちっちゃくなっていくみたいな。でその中でそのあずさと美奈子のそれぞれの前に食べ物をお皿を置いてそれをこうクロスして撮るみたいな、だ割と映画だったら普通ちゃんと顔見したりとかあるかと思うんですけど、そのマミの前にこう手が入ってきて、なんだろう、マミという存在を遮るみたいな、だからなんかそういう映像だからこそそうやって表現できる関係性じゃないですか。なんかそういうものをこう僕から提案したりとか、だったらこういうのができますよとか奈緒さん言ってくださったりとか、ただそうやってこう作り上げてきた頭で考えてきたものとじゃあ映像に映った時にどう見えるかっていうことを話し合ったっていうか、はい、マミはもうそこから消えてしまいたくなる気持ちをそこでもそのちっちゃくなっていく、そうですね、それはだから気づく人だけが気づくかもしれないという描写だし、その最終的に寄った時になんか感覚的にあマミだけなんかちょっと肩身狭そうだなとかって思うが別にそれでいいと思うんですけど、別に寄ってきながらちっちゃくなってるってことに気づかなくてもいいっていうか、
最終的に寄り切った時に、あ、存在がちっちゃいなって思ってもらえるっていうか。それは監督ならではのやはり提案ですよね。そうそうですね。であそこも壁に花があるんで、そのロケーション決めたのも壁に花のなんかモザイク画があるっていうところで決めたんですけど。結構花言葉とか調べたりしたんですけど。いや、なんか花言葉をやるとちょっと古いなと思って、ありきたりだし。ただ花言葉は僕は特に気にせず、あの花は決めたんですけど、でも結果的に花言葉調べてみたら割と合ってたりするんですけど、だから例えば、まあ、途中でマミが挙げてる花はゼラニウムっていう花なんですけど、あれもなんか少し前に流行った花というか、ちょっと親世代がで、あのはっきり写ってないんですけど、母親の家だからマミの実家にもゼラニウムあるんですよ。でそれってこう結局東京に来たけど、母親無意識化で母親のこの支配下から逃れられてないっていう表現にもなるし、いいのかなと思ってゼラニウムにしたりとか、でみかんの花っていうのもいろいろロケ班でロケ地探してる中でたまたま出てきたんですけど、でその中でみかん農家の方から、みかんの花が咲く瞬間っていうのはもう誰も見たことないっていう、でもあの咲く瞬間はあるんですよ、あの YouTube とかで見れるんで、ってことはいつかは咲いてるわけ でそれが見れるってことはそれだけこう奇跡的な瞬間というか、ただそれが彼女を動き、彼女が最後動き出すきっかけになればいいかなと思って、 タイミングというか、はい、時代も現代に移し替えてはいるので、今被災しているとこはどこだろうって調べて出てきたのが、唐津というか七山ってとこだったんですけど、でそこで制作部が見つけてきてくれたそのマミが、寝泊まりしてる、カフェバーみたいなところと、その横にちょうどその川が流れてて、橋がこう半壊してるんですよ。でその場所が、その場所にマミがいるっていうのが、映像的にもこう傷ついたマミが傷ついた町にいるっていう映像としてもそれが伝わるのがいいなと思って、その場所に決めて、でそこからその近くにみかん畑がいっぱいあるから、それをどう映画に活かせるかっていうことを考えてったっていう感じですね。だから割とこう脚本っていうものがありながら、ロケ班とかいろんなその映画に落とし込んでいく上で出てきたものをどうストーリーの中に必然的なものとして組み込んでいくかっていうことがすごく重要だと思うので、そうしたらどうしてもこう既視感があるものになりがちになっちゃうと思うんですよね。そういうのを避けるためでもあると思うんですけど、なんか偶然的に出てきたものをどう必然的に見せるかっていう、そういうことは割といつも考えて作ってるんです。偶然を必然に見せるっていう、はいはい、だからわざとらしくなっちゃダメなわけですね。そうですね、そうですね。でただの偶然だったら別にそれをやる意味ないしっていう、なんか喋る速度は結構話したんですよ皆さんと。やっぱ人ってこう喋る速度、間とかテンポとかあるじゃないですか、はい、それはやっぱこうあの小説ではなくて映画だからこそ味わえる部分だと思うので、じゃあマミはそのおっとりしてるって周りから言われてるって、だからといって単純にその喋る速度をすごくスローにするっていうことではないというか、それただあざとくなっちゃうだけなんで、でナオさんと話して、ナオさんが提案してくださったのが、マミって別にそのおっとりしてるわけではなくて、ちゃんと考えてから喋るから間ができてそういう風に見えるっていう、それはすごく確かにそうだなと思ったん でとはいえ都会のかけるとみなこたちとのテンポよりは遅くしたいなと思ったんで、少しだけゆっくりしてもらって、逆にかけるたちの会話のテンポを上げたんですよね。で4人での会話のテンポ結構早いと思うんですけど、だそうするとこうマミがこう考えながら喋るマミがその会話に入りづらくなるっていうか、そういうシチュエーションを作るっていうのがなんか重要かなと思ったんで、だからビアバーのシーンとか結構やりづらそうでしたけどね、皆さんなんか もっと会話早くしたいんですけど、もっとですか、もっとかでもお酒飲んでるしより早まりますよね。で実際早いじゃないですか、その映画になると途端に会話が遅くなったりするから、気の知れた仲間とかで飲んでるとやっぱ早くなると思うんですよね僕は、うん、そこはリアルを、そうだし早い方がすごく自分の言葉に自信を持ってるように聞こえるんで、あ、なるほど、はい、
だからそこも含めてですね、だから美奈子とあずさはそう見えるというか、まあそもそもこうね、男女が出会って恋に落ちてっていうことにやっぱすごくこう普遍性はあると思うんですけど、だからあんま普遍性がどうとかっていうのはあんまりなんだろうな考えながら作ってはなかったですけどね。なんか、まあ、原作者にすごく普遍性があったので、そのジャンル感としてどう見せていくかっていうことは、それってやっぱこう音楽も左右されたりするので、だからなんだろうな、失踪したあの相手を、彼女だか奥さんとかわかんないです、配偶者なのかわかんないですけど、追う映画ってまあいくつかあるじゃないですか。ゴーンガールとか、そうそう、ゴーンガールとか。だからそこを強く引っ張ると後半弱くなるなと思ったんですよ。ちょっと話が変わってくるんで、後半になると、だとしたらそこのこうあのサスペンス性よりもやっぱこのカケルとマミっていうこの2人をどう見せるかっていうことをすごく考えたというか、だから2回目見た時にコメディになるといいなと思ったんですよ。でこれ2回目見るとこの2人の秘密が分かってから2回目見ると、まあこの藤ヶ谷さんのカケルが可愛く見えるんですよね。要はより明確に彼らのその時の感情が見てて伝わるんで、だからこの藤ヶ谷さん演じるかけると奈緒さん演じるマミがどうしたら魅力的に見えるかっていうことを軸に進めてたというか、だから割とこうキャラクターで進んでいく物語にしたかったっていうのはありますね。その構造とか、なんだ、大きな物語とかっていうよりは人間ドラマみたいな、そうそうですね、そうですね、それを映画的装置を使った表現でどう見せていくかとか、うん、だから藤ヶ谷さんが本当にこう素晴らしいリアクションをしてくれるので、例えば佐賀での最初の出会いとか、あのトラック運転してる人の出会いとか、あとトラックに自分のね車に挟まれて出れないとか、なんかこの藤ヶ谷さん演じるかけるをどういうこうシチュエーションに置いたら愛せるかけるのリアクションが出てくるかっていうのをすごい考えてオリジナルで作ってったっていう部分は結構ありますね。だから途中でこうのぞみ、マミのお姉さんが出てくるんですけど、子役が出てくるんですけど、息子役として、で大抵息子役、そういう子役って撮影がスムーズにいくようにこう言うことを聞くね、おとなしい子を選んだりするんですけど、一番おとなしくなかった子、もうオーディションに来てずっと走り回ってるぐらいの子を選んだんですよ。でこの子現場に入れたらまたきっとかけるいいリアクションしてくれるんじゃないかなと思って、そういう子を入れたって、だからすごく好きない芝居してると思う、芝居というか素というか、リアクションっていうと本当最初の頃のそのかけるがいろんな人女性と会うシーンの、はいはい、あのなんていうか微妙な反応っていうのも、はいはいはい、私も何度か経験 して、はい、いろんな人に会ったことあるので、はい、あれすごいリアルな、あ、そうなんですねそうなんですよ。だからその後マミと出会った後も机ガタガタするじゃないですか。あれもなんかこう2人のこうおぼつかない関係性もそうですし、ああいう時にこうかけるはどういうリアクションするんだろうっていうのもやっぱすごくこう素直なリアクションするんですよね。なんかこっちのことも考えつつ、でも自分でこう直そうともしないというか、だから自分ちょっとこう傾けてみたり、でも飲もうとした時にガタッとなったりとか、こっちを気にしないように見せてこっちを気に してる素振りを見せたりとか、だからなんかこうなんか飲もうとするけど飲めないとか、でもそこで嫌な顔しないのが藤ヶ谷さん演じるかけるなんですよ。
全く悪意がないんで、その車が車と車に挟まれた時も、もう悪意一切見せないんですよ。クラクションも別に鳴らすわけでもなく、ただ自分で憤りのない気持ちをこうなんとかこらえるみたいな、だからなんかそういう、こう人の良さみたいなものがこう曖昧に見えたら、最後のシーンのかけるにつながるんじゃないかなと思って。鈍感。そうですね、鈍感でもいい人というか、一つの言葉は長所にも短所にもなり得ます、ね、そうですね、そうですね、はい。なので机のガタつきにだって、あの本当に気が回らない人だったら気づかない可能性もある。あ、そうですね、そうですね、気は使えるんだけど、でも本当のところでは鈍感さを持ち合わせてる。そうです、そうですね。だから自分のところでずっと抑えてればいい話だけど、ふとした時にこうなんか戻っちゃったりとか、そういうこう人間を描いてるところがすごく面白いなというか思います。